ピノ雑豪将軍。軍事民事に才があり、食との係争地漢中周辺を10年以上治め、異民族の義に服属させた。第二次北伐に諸葛亮を率いる食の大軍の包囲を受けるも、わずか1000の兵で守り抜いた名将である。陸遜の子、慶州牧として城陽の攻略を命ぜられた。が、敵の堅守を知り、攻撃の負荷を解く。しかし、逆に内通を疑われて降格された。慶州の劉表に中郎将に任ぜられ、曹操が慶州を取ると調査大衆勸玄の元下飛将軍となるが、勸玄が劉備に降伏した後はこれに従う。219年定軍山の戦いでは花公園を切った。提言、家臣、董卓、呂布と主を変え、最終的に曹操の傘下に入る。勇敢で義に厚く、関羽を曹操に降伏させるのに一役買った。孫権の信。孫権に初めてまみえたとき、家国の騒乱を看望しつつ、長江沿いに領土を拡張するように進めたが、受け入れられなかった。曹操の降伏勧告には、決戦することを主張し、劉備との同盟を推進する。孫権の武将。慶州攻略の際は都督であったが、陸遜と策を立てて仮病を使って関羽を油断させ、念願の慶州を奪取する。若い頃頼まれて人を殺し、故郷を出奔。慶州で孔明と出会い、交わりを結ぶ。劉備に仕えるが、曹操に母親を人質に取られ、その元を去る。若い頃は芝木にしか評価されず、劉備に仕えるも、はじめに、雷王の天命しか任されなかった。呂宿と諸葛亮の取りなしで、その際に気づいた劉備は、彼を軍師中郎将としたが、落城攻めの際、流れ矢に当たって死亡する。ピの名将、姉妹に認められて、その続官となり、尚書令となる。脅威の進行をよく防ぎ、逆に、尚海と共に軍を率いて、職に進行、生徒を陥落させる。残言によって召喚される途中、暗殺された。
228年の諸葛亮の北伐の際、彼の軍門に下る。亮にその才を愛され、その死後、彼の志を継いで、たびたびの北伐を試みる。義那職を攻め、劉禅の勅命で降伏するが、魏将鍾馗とクーデターを企てて失敗。一族皆、処刑される。五冠末随一の名将。類人で海賊を退治して名を馳せ、皇位に推挙される。董卓討伐軍の先鋒として連戦連勝を重ね、董卓をして長安戦闘を余儀なくさせる。洛陽に入城した際、全国の玉璽を発見したとも言われる。後に、劉表の防身改良の計略にはまって落命する。あざなが中達、後の秦の戦王。無理やり曹操に仕えさせられるも、魏の国境を守って諸葛亮の侵入を防いだ。曹丕に事後を託され、後に曹操をクーデターによって倒し政権を握る。251年死亡。孫権の長男、袁術から玉璽を担保にして兵を借り受け、五軍を攻めて自己の領土を持つ。袁術討伐軍に参加して曹操より討逆将軍に封じられ、呉侯となる。その後、虚構の触覚に襲われ、その傷が元で死亡する。兄、孫策の死後、内政は長笑、外交は周囲の助言を受けながら、新たな人材を募り、法統の政権の基盤固めに力を注ぐ。曹操の脅威をかわし、劉備と手を結びながら勢力拡大を図る。27歳の時、天下三分の計をもって乱世に登場し、以来、半生を劉備と彼の移植に捧げる。絶対的に不利な国力を押してなお、五度にわたる北伐を試み、234年、夏もはや終わらんとする五丈原で、魏軍と対峙する中、両没。半身的凍傷。劉備との運命的な出会いの後、彼に従って流浪の半生を過ごす。劉備の入植後は慶州の軍事総督となる。219年、半城の宗陣を攻めるも、孫権軍に背後から攻撃されて捕虜となり、残刑に処せられる。の地将慶州攻略では、仮病の旅毛に代わり都督代理となって関羽を油断させ勝利する。巨師匠に、かの有名な、知性の能心、乱世の勧誘と吐かせた男。幾度も大敗を喫するが、その度に不死鳥のごとく蘇り、ついに、天下三分の二を掌握するに至る。
長藩で、あと、括弧龍禅を胸に抱き、曹操軍の中を突っ切った話はあまりにも有名。孫策の外交のことは周瑜に相談せよという意思により、若い孫権を盛り立てて、宝刀での基盤固めに貢献。曹操との赤壁の戦いでは、大都督として、見事な指揮ぶりによって大勝利を収め、その名を不滅のものとした。慶州、波蜀への勢力拡大を推し進める途中で、病死。